はい、こんばんは、ユンです。今日もおすすめの漫画を紹介したいと思います。で、早速ね、いつもの最近の戦果、最近買った漫画ね、早速いっちゃいます。まずはこちら、エデンとね、銀行障害担当竹中春夫、春実況としては春夫の大阪編の一巻から、ちょっと待ってね、こちらドドン、7巻まで買ってまいりました。買ってまいりましたというか、あれ、ネットポチしてたのが届きました、ちょっと前にね。で、大阪編は7巻でおしまいです。これもね、あの以前ご紹介したこの第1部と言えばいいのかな、銀行障害担当竹中春夫の第1部があって、で、これ大阪編が第2部で7巻で完結です。で、もう最後に第3部のメガバンク編っていうのがあるんだけど、それもね、今のネットで頼んでる最中なので、届き次第、うん、ご紹介したいと思います。で、お次、じゃじゃんのね、首花は咲きゆくです。これね、以前もご紹介したこの高安やや先生、以前ご紹介したあのなんだっけ、先生今月どうですかか、うん、と同じ作者さんの昔の作品が一巻だけあったので買ってきました。これはね、ちょっと変わってるお話。この人ね、生首なんだ。生首って言い方良くないね。妖精さんで、で、生首だけなんだけど、生首はだからよろしくない首だけなんだけど、そのうちお花になるっていう、そういう妖精さんです。うん、が、まあ、パパがね、再婚するっていうので、そのお花を再婚相手にあげたいっていうので、この妖精さんを拾ってきて、パパがその面倒を息子が見てるっていうお話。すごい話だよね。うん、でもなかなかね、ハートフルな感じがしてね、面白かったです。うん、続きもちょっと買おうかなと思います。で、ここからは新刊になります。まず、じゃじゃんとね、世界の終わりのオタクたちです。これは短編ですね。うん、ナンバリングないんでだと思う。まだ読んでないけど、これはね、ツイッターのフォロワーさんが読まれて面白かったよっていうのをツイートしてたので、それ見かけて、あ、ちょっといいなと思って。もう世界が終わるっていう時に、私たちオタクはどういう行動に出るんだろう。何するかな、私。多分いつも通り過ごすね。うん、何の面白みもないそんな作品なのかな。うん、読むのが楽しみです。で、お次、じゃじゃん、無法島の6巻です。で、ついに完結とあるんですよ。思ったより早いもうちょっと続くと思ったんですけど、残念ながらね、無法島はこの6巻で終わっちゃうみたいです。ただね、あの前回かな、森先生がね、ちょっと忙しすぎるんじゃないかっていうのをね、言った手前、この無法島がね、まあ一個コンテンツが終わるっていうのは、その分森先生の負荷が下がるっていうことなんでね、まあまあまあ、うん、いいことなのかなと思いつつ、ちょっと最後名残惜しみながら読みたいと思います。で、お次、これで最後です。じゃじゃん、ブランクスペースの3巻で、これも完結です。この3巻で、あのだいぶ前に動画でもご紹介したことあるんですよ。ブランクスペース、すごく余白が強くて、で、ブランクスペースっていう、うん、そう、だから余白ってあるんですけど、こっちのね、女の子の方が空想具現化、空想具現化って言ったらアルクエイドだね。うん、わかる人はわかるまあそんな能力を持ってるんだけど、それで他の人には見えない彼氏を作っちゃうんだよ、2巻で。で、その先どうなったかっていうのが、まあこの3巻でね、暴かれる、ここ物語の終わりってあるんですけど、すごく楽しみ。うん、これはね、今月頭から、まあなんだろう、月の最後に翌月の漫画のスケジュール、発売スケジュールをざーっと確認して、で、スマホのメモ帳に私入れとくんですけど、これもね、だから
先月の末に調べて知ってたんですけど、もうその時から楽しみだった。すごい。これはね、ぜひ読んで、3巻で完結しますし、うん、手に取りやすいと思う。すごいおすすめです、これ。はい、というわけで、最近の戦果は以上で、今日おすすめする漫画、おすすめ、かな？うん。こちら、じゃじゃーん。樫村一家の夜明けです。これちょっと前に買ってきましたよっていうのでご報告したと思うんですけど、でその時にね、この、沢村さんは私も大好きなんですけど、こっちの岡村先生はちょっと存じ上げないけど、沢村さんとタメ張れるぐらいすごい作家さんなのかなって聞いたと思うんですよ。で、実際読んだ。で、話自体も面白かったです。これ短編集で3話収録されてるんですけど、そのうちの2話をこっちの岡村先生が書かれてて、それはね、なんだろう、人間が漠然と持ってる不安とか焦燥感、そういったものを描きたかったのかなっていう感じのお話と、あとはサスペンス、ミステリーなお話、うん。で、沢村さんが書かれてたのは相変わらずぶっ飛んだ話だった。そう。で、この二人の関係性なんですけど、夫婦らしいですね。これ初めて知った。これの後書きに、岡村先生の、まあ、エッセイっていうか、後書きがあったんですけど、そこ読んだら、沢村さんのこと旦那って言ってたんですよ。あ、そういうことかと思って、だからこういうタッグが実現したんだなっていうのを、これを読んで知りました。うん。沢村さん、そうだね。奥様いらっしゃって漫画家なんですね。全然知らなかった。そう、そういうところがあって、そういうところ私。皆さんどうですかね？好きな作家さんでもいいですし、例えば歌手とかアーティストでもいいんですけど、好きになった人の、なんだろう、パーソナルな部分って言えばいいのかな。まあ、昔何やってたとか、で、誕生日がいつだとか、何が好きで何が趣味だとか、そういうところまで気になるっていう方の方が多いのかな。やっぱり好きな人のこと知りたいし、昔こういうの書いてたんだ、あ、こういう活動もしてたんだっていうのを、多分知りたいっていう方の方が多いと思うんですけど、これ昔からなんですけど、そういうのに一切興味を持てないんですよ、私。なので、もう沢村先生大好きなんですけど、で、岡村先生が奥様っていうことも、これ読んで初めて知りましたし、なんなら結婚してることすら知らなかった。うん。もちろん年齢も知らない。で、歌手とかアーティストで言えば、私、安室ちゃんがすごい好きなんですよ。けど、安室ちゃんの誕生日も知らないし、今いくつなのかも知らないです。あ、沖縄出身っていうこと自体はさすがに知ってるけど。なので、なんだろう。その人が好きで、その人が作ったもの、だから安室ちゃんで言えば安室ちゃんも好きだし、安室ちゃんの曲も好きなんですけど、その安室ちゃん自身、なんだろうね、これ昔から思うんですよ。で、詳しい方とかすごい詳しいじゃないですか。あ、この先生はね、昔どこどこで、まあ、漫画家の話だとね、どこどこの連載やってて、で、そこで何々があって、で、今のところに移籍してとか、すごい詳しい方いらっしゃいますよね。そういうのに全く興味を持てない。私、実は漫画好きじゃないなって思っちゃうぐらい。うん。だって未だにね、これで岡村先生が嫁さんだっていうのは分かったんですけど、かといって別に沢村先生、まあ、お子さんがいらっしゃるのとか、で、いくつの時結婚したんだろうとか、全く興味ないんですよ。うん。なんだろう。皆さんどうですか？よろしかったらね、うん、コメントとかで教えていただけると、うん、嬉しいです。私はなんかそこまで踏み込んだ情報とかは、うん、いいかなって思う。だから、過去作とかも知らなかったり、たまにね、古本で買ってきたやつで、好きな作家先生の過去作が出てたのを見つけてきましたって出すことあると思うんですけど、だからそういうのも知らないんですよ。
ウィキとかで調べて、あ、過去にこういう作品で出してるんだっていうのとかも特に調べないので、うん、漫画好きじゃないのかな。はい、というわけで今日のまとめ、じゃじゃん、サムラ節炸裂と書きました。さっきも言った通りね、これ3話お話が載ってるんですけど、そのうちの一つをサムラさんが書かれてて、ぶっ飛んでます。相変わらずサムラ節面白かった。でお次、これ散々申し上げております、パーソナルな部分にも興味ありますかと書きました。このパーソナルな部分っていうのは、その作家先生だとか好きなアーティストの誕生日だったり、まあ出身地だったり、過去に何してたよとか、そういうことですね。うん、いやー、なんかこの漫画をおすすめするつもりが、なんかちょっとパーソナル推しになっちゃったんですけど、すごく気になるんだ。私本当昔からそうなの、昔から。でバンドやってた時に、もうレッドホットチリペッパーズ、レッチリが大好きだったんですけど、特にメンバー誰っていうのも気にしなかったし、うん、好きじゃないのかな。よろしければ皆さん、本当ちょっとコメントいただけると、ひょっとしたら私の心が救われるかもしれないので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回のおすすめ漫画紹介終わります。でね、うん、コメント再三にわたって言うけど、うん、よろしければお願いいたします。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。